そうですよ。はい。全力のペダリングでね。これもこマシンに合わせるんですか。こいでて OK。で、スタート。頑張って。これで自分の感じですよ。15秒。YouTube 見てる30秒の違う3倍ぐらい。残り10秒ぐらいめちゃめちゃ死んでる。これがトレーニングですよね。そう。結局本当に試合でさ、試合が辛いっていうのはやっぱりトレーニングの強度が欲しい。トレーニングがもうしんどい。そうです。うちの野球部のラントレ理にかなってたかもしれない。インターバルのトレーニングはすごい。こんな感じで、なんか全力を30秒やって休んでまたやってみたいな。野球で話してもさ、知らない競技も言うと、そういうレストランさんで最大強度でやってあげる基本がダルビッシュも言ってるよね。え、頑張って。重っ。え、ここから。硬いですね、サドル。そう。機械で制御してる。で、普通のバイクだとさ、自分で調整できちゃう。はい。でも、この機械は、機械が設定した負荷でやらないと脱落。わかりやすいよね。じゃあ、この機械だけあるんだったら、自分でこれをやんなきゃいけない。そう。自分が設定した負荷だし、こう、自分が設定した負荷で、その人にとって低すぎるからでもなんだし、高すぎてもなんだし、だからテストが必要だと思う。テストしてその結果でハイパワーとミドルパワーの数値を出てくる。で、1ヶ月の後ぐらいでテストをして、どれだけ成長したの。で、週3回ぐらいのトレーニングすると変わってきます。1年後ですね。すごい選手だ。ウェイトじゃない日はこれやればいいですね。本当ね。それとも、そうね。その一週間、はい、1週間スケジュールどうするかによる。有酸素っていう感じじゃない。
あ、これ有酸素じゃないですもん。有酸素だから、バイトの日にやっちゃっても OK。 有酸素の日には一緒にしない方がいい。